警察によりますと午前零時過ぎ、中区新栄一丁目の路上を歩いていた23歳の女性が原付バイクに乗った人物に手下げカバンを奪われそうになり、転倒して肩や膝に軽い怪我をしました。およそ40分後には1キロほど離れた中区栄三丁目でも39歳の女性がスクータータイプのバイクに乗った人物に現金およそ5000円などが入った手下げカバンをひったくられました。 名古屋市内ではバイクに乗った人物によるひったくり事件が先月からこの2件を含め少なくとも21件相次いでいて警察が関連を調べています。